おはようございます家庭菜園が面白いシリーズシーズン1パーソナリティのごいちですいつもお聞きいただきありがとうございます74回目のエピソードになります今日のテーマですナスの育て方垂直栽培編という話題でお届けします実はですね今年もやるんですが垂直栽培です道法正則さんの著書 「野菜の垂直仕立て栽培」という本がございまして僕もですね結構熟読をしましたあの Kindle でね何回も読みましたでこれを参考にですね数年前からトライしてまして5年ぐらい前かな、えー、トライしてまして去年あたりからですねなかなかの好成績を残しているんじゃないかななんて思ってます で去年はですね、ベーナスのシマジロっていうナスもあったんですが、これもなんかバンバン育っちゃってですね、ただベーナスなのであの、ちょっと皮がね、硬いとかっていう難点はあって、まあ、ステーキにして食べたりしてました。で、あと、えっ、ー、とョウナスっていうのも去年はね、垂直栽培で結構育ちました。 でちょっといろいろ課題もあったので、今年はね、あのこれから説明するんですけど、課題を解決するための施策もですね、ちょっと考えて、えー、ちょっと実行してみたいななんて思ってます。で、あの教科書とかには載っている3本仕立て、これですね、僕の週末家庭菜園ではほぼほぼ無理っていうことが分かって、 あのナスばっかりですね、あの、かまっていることができればいいんですけど、しかも週末の土日だけなので、なかなかですね、三本仕立てはですね、面倒なんですね。で、どういうことかっていうと、まあ簡単に言うとですね、えー、ナスを収穫したら、その上の葉っぱ1枚か2枚を残してですね、摘心するんですね。このサイクルを繰り返すんですね。 これがね、ちょっとできないなと。一番最初の頃はね、結構ブワーってなるんですけど、その後がですね、えー、なんかトマトとかも、えー、あとピーマンとかもなってきてですね、ちょっと追いつかないなといううちにですね、もうどん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 あの、適心しない枝がですね、伸びて、そこにナスができているみたいな感じで、えー、結局ね、あの、株が疲れちゃって、秋まで持たないと。 でしかも、ものの本によると、まあ、ほとんどの本には書いてあるんですけど、寝切りをして若返りをするように、摘心をだってするということがあるんですけど、それもね、結局できずにですね、やっては見るものの、結局、秋にはですね、あのあんまり実がならないというような感じで、僕はちょっと無理かなという結論に達しました。でですね、えー と多分鉢植えとかで家の近くにあればできるのかなと思いますが今年もちょっと鉢植えやってあの本当に3本仕立てが普通のね家庭菜園を楽しんでる人ができるのかなっていう、えー、実験ちょっとサボってもできちゃうよっていうモードにしたいなと思ってるんですよねあんまりガチで なんていうのが三本仕立てで一生懸命やるっていうところはあのしないでもちょっとサボってもできるようなナスの育て方っていうのがあればねいいなと思って今のところその垂直栽培っていうのが僕に合ってるかなと思ってます。 で、あの写真はですね、去年の6月初旬の水ナスの写真で垂直栽培を始めてしばらくした時の写真です。なので、いわゆるオーソドックスな三本仕立てとかではないので、この垂直栽培っていうのが参考にはならないと思いますので、まあそういう育て方にチャレンジしてるんだというね、温かい まあ目というか、これは音声配信なので、温かい耳で <laughs> 聞いていただけたらなぁと思います。で、この垂直栽培のですね、えー、僕なりのポイント、えー、何点かな、6点ありますので、それを説明します。あの同胞さんのね、本の通り、ちょっとまだできてなくてですね、まだまだ、あのー、 道法先生のやり方には追いついてないんですけど、ちょっと今のところの僕のやり方6点を説明します。でまず1つ目です。でまあ、これ、ちょうど今の時期なんですけど、じえー、っとね、先週末、ナスの一番花が咲いてまして、あんもですね、外しまして、長い支柱をナス苗の横に垂直に立てます。 これはあの2 1 0ンチの長い、一番長い、僕が持っている中で一番長い支柱です。でですね、大きくなってくると、これがですね、支柱1本だと、ですね、やはり重さに耐えられないということで、えー、と僕の場合は垂直に立てた長い支柱の横にまた支柱を這わせて、そこを連結しておきます。で台風が来 で大体その頃はまあ8月9月ぐらいから台風来るじゃないですか。その時はもしかしたら斜めにも筋貝みたいな感じで支柱を立てる場合もあります。去年はベーナスのお島次郎というおナスは結構株が重くなったので斜めに支柱を追加しました。で、脇芽はね、 描き取らない方法でやってます。で、脇芽も支柱にどんどん縛り付けていきます。で、横に出てしまっても、えーまあ、無理やり支柱に縛っていきます。で、脇芽がね、ちょっと多いかなって思う時もあるんですよ、やっぱ。あの、葉っぱがちょっと混み合っちゃうと、風通しも悪いかなって、まあ自分で判断した時は切っちゃう時もあります。 で土方さんの説明だと、4本か6本の枝を縛って、脇芽は摘み取るという説明だったんですが、えー、先ほど申し上げたように、僕はね、まだこの領域というか、豆にね、脇芽を刈り取って、4本、6本に、えー、まとめて縛るという領域までは達してません。もうちょっと修行が必要かもわかんないです。で次2点目。 2点目はね、とにかくどんどん収穫していくということでですね、まあ、きゅうりとかも一緒で、えー、実をね大きくしちゃうと株が疲れちゃうので、えー、どんどん収穫すると。で僕の場合、日曜日の次はですね、次来るのは土曜日なので、5日間空くんですね。で、その時に来た時に、えー、ナスがね、えー、巨大化しているということが時々あるんですね。なので え小さいナスもですね、帰るときにはすべて収穫して帰るということを心がけています。で、3点目、三点目はやっぱ害虫ですよね、カメムシとテントウムシだましが、ね、とにかく来ますと、垂直にすると害虫が少ないというお話なんですが、やっぱり来ちゃうので、ともかく、えー、まあペットボトルにこういう害虫をですね、どんどん放り込んで、えー、処分していくというのが重要ですね。 特にテントウムシだましは葉っぱ食べ尽くしちゃうんで、葉っぱの裏に卵をついてたらやっぱり取っちゃうとか、あとカメムシも、カメムシはちょっと卵どこにあるかわかんないんですけど、とにかくどんどん取っていくと、固まっているんですよね、集団でカメムシって。なので、あの取りやすいんですよね。意外とうんどんくさいというか、遅いんで動きが。カメムシはとテントウムシだましは見つけたらとにかく処分していくということですね。これはあのーまあ、どんな野菜でも同じだと思います。 で4点目。四点目がね、なかなかあ、これもですね、難しい対策なんですけど、真夏の時ですね、非常に水不足になります。そうするとですね、ナスは水不足になると、見つきが非常に悪くなったり、あの色が、あのなんか艶がなくなったりしますで。今年はですね、ペットボトルの給水システムっていうのを、えー、追加しようとしています。 1>, まあ1週間持つかどうかわかんないんですけども、ペットボトルのキャップに穴を開けておいてですね、それを土の中に突き刺しておくという感じでやろうかなと思ってます。いずれにせよ、水をですね少しでもいいから供給していこうかなと思ってます。5点目、五点目はですね、もう10分なっちゃったかな。すみません、ちょっと延長タイムです。5点目は、 今年はですね、遮光ネットを張ろうかなと思ってますあ。ちょっともうでも長くなっちゃうな。今日、今日はすいません。あと2点残してるんですけども、えー、また明日の配信でですね、残りを、あと2点あるんですけど、配信しようかなと思ってます。えー、今日はこの辺で終わりにします。コメントをいただきましたら嬉しいです。このエピソードは毎朝5時に配信しています。 今回はナスの育て方垂直栽培編というお話でした。あなたにとって素敵な一日となりますように、また次回お聞きいただけたらなと思います。ご一回お届けいたしました。それではさようなら。バイバイ。